牛肉の旨味がじゅわっとあふれ出す。野菜をふんだんに使ってサラダ感覚で食べられる牛サラをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず牛肉は塩をもみ込みます。鍋に材料 A を入れて煮立て、玉ねぎを加えて弱火で2分ほど煮ます。牛肉をほぐし入れ、汁気がなくなるまで5分ほど煮ましょう。器にベビーリーフを広げ、中央に牛肉を盛ります。周りに材料 B、 半分に切ったミニトマトを盛り付け、牛肉の上に卵黄を乗せて煎りごまを散らせば出来上がりです。肉も野菜も食べられるボリューミーな一皿ですよ。ぜひお試しください。